主よ、お教えください。真の幸福とは。メシアの名門の家系につながっているため。誰だ、そこで何をしている。教会にいる者がこんな本読んだりするの。それまで家に帰れないので、そこで休んでたんだ。神父様には黙っててやるから、日が沈んだら出てってくれ。それともいていいって言っときながら実は通報するつもりだとか。私のせいで大丈夫か。いや違うんだ。君は引力を信じるか。君にこの石の矢をプレゼントしたい。いつか私に会いたいと思ったら心に留めておいてくれるだけでいい。まっすぐに。待て、誰なんだ君は。お願いです、私の告白を。私の家族のことです。相手様には本当に申し訳なく思っています。でも私がこのまま死んだら。あなたは相手の方をご存知なのですか。嘘でしょ。あんなジュース配達人のどこがいいのよ。今あいつが取ったわ。誰か捕まえて。この配達のバイトがクビになる。ありがとう。あれ私のバッグなの。俺ウェス、ウェザーって呼ばれてる。エンリコはまだ神父ではないけれども、あの母親は秘密を墓の中に持っていくつもりだ。お帰りなさい。どうした、そんなところでぼーっとして。ボーイフレンドができたの。お兄ちゃん。これは一体誰の罪なのか。驚愕とともに知ったエンリコ・プッチが取った道は。こんなことしていいのか。うまくいったらこれの倍出します。それだけだ。ペルラが味わうのは誰もが経験するただの失礼。古いしきたりのことを。つまりあいつは黒人の息子。うわっ、この俺にもチューしてくれよ。愛は最悪の事態を引き起こした。春の日差しのような恋。崖の下の湖に身を投げた。なぜだ。なん。呪われるべきはこの私だ。君が望むなら私に会いに来い。そしてくれたんだ。失われた生命は決して元には戻らないだろう。なんだ。なあ、知ってるなら教えろ。誰だ貴様は。ペルラの兄がお前に依頼したってのは。弾丸の火薬から水が。自分が生きていることにウェザーはペルラのことを知ると。なぜペルラと共に死なせてくれない。4日目の夜、大量のカタツムリが街を襲った。病院で目覚めたエンリコ・プッチだけだった。このカタツムリが私の手を這い上ってくるようなら、彼の名前はディオ。真理に違いない。違う、私はお前の兄だからだ。ウェザー、お前は邪魔な人間だ。生きたまま死ぬがいい。檻の中で。俺の唯一の生きる希望は。俺はジョリーンのためにおめえにくっついてきてんだぞ。俺を殺すんだ。頼むぜ、アラスイ。うわあ！乗れ、みんな！しっかり運転しねえか！わざとやってんじゃねえだろうな。一緒にいるのか。そこまではわからないけど、とにかく近くにいる。1988年にも。だったらこれをどうにかしろ。この現象に対し何かスカッとする気持ちも。カタツムリに触ることがこの現象の引き金になっている可能性が高い。言ったろう、奴はすぐ近くにいる。